皆さんこんにちは。こんにちは。ユニティテクノロジーズの高橋です。今日このセッションでは、微妙活用ということで、現場の環境をアプリで再現管理することによって、まあどういうことができたかというのを、紹介するセッションになります。で、具体的に何を紹介するか、どういうことがあったかというと、実は大林組さんがですね、ビムのデータを活用して、まあ、生産性を10倍にするというね、まあ、かなり無謀だなと思うんですが、まあでも素晴らしい取り組みだと思います。これをですね、今回、ユニティと一緒にですね、プロジェクトという形で、いろいろとチャレンジ、試行錯誤してみました。今日このセッションの中ではね、この取り組みについていろいろとご紹介をしたいと思います。ということで、今日はお二方に、はい、お招きしました。まずはユニティテクノロジーズのデベロッパーアドボケートの、竹内さんです。はい、よろしくお願いします。はい、それから大林組の湯浅さんです。はい、大林組の湯浅です、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、自己紹介ね、あまりちょっとあっさりしていたので、でね、まあ、ユニティのメンバーはね、まあ、我々はね、開発に絡んでるメンバーなんですが、はい、まあ、今回、大林組の湯浅さんということで、湯浅さん、ちょっとこれまでどんなことを、はい、まあ、どういうことを、はい、お仕事をされてきたかっていうところをですね、はい、ちょっと簡単にというか、はい、分かりました。ご紹介していただきたいと思います。はい。まず、私、湯浅智秀と申しますけれども、大林組に入って、ちょうどだいたい10年、仕事をさせていただきました。で、最初の5年間は、東京都足立区にある、まあ、ポンプ所の建設工事ということで、現場監督ということで5年間勤めて、で、その後、本社の方に移りまして、設計業務の方をずっと進めてました。で、その後なんですけども、まあ、2年間、実はオーストラリア、シドニーの方に、まあ、留学をして、まあ、MBA を取ってですね。で、今、まあ、そのまま本社に帰ってきています。で、今はまさにその先ほど高橋さんから紹介があった通り、まあ、アイコンストラクション、まあ、デジタル化、まあ、そういったビムシム活用というようなところの業務をさせていただいてまして、まあ、所属としては、土木本部長室のアイコン、まあ、アイコンストラクションっていうのが今あるんですけども、はい、アイコンセンターというところと、あと、現場、すみません、生産技術本部というところの先端技術企画部というところに所属して、まさにその、今後、建設現場の生産性をいかに、向上させていくかというところの取り組みを会社でしているという。すごいコアの部分ですね。すごいですね。それで、何ってこう、現場ね、やっぱり大きな現場を経験されて、で、本社で今度設計をやって、そこからすごいですよね。MBA 取ってるっていう、なかなかいないですよね。そういうパターンで。それで今はもうその、建設の最先端の方の取り組みをやるというような立場で。はい、頑張っております。面白い経験をされていますね。はい、ちなみに、ユニティって、はい。ご存知でした、はい、結構前から。いや、全く。ですよね。ですよね。知らなかった。今日も見ていただいている方々、はい、ユニティ知らない人もいっぱいいるんで。うん、はい。これでね、知ってもらえたらいいかなと思いますよね。ね、知らなかったわけで。ユニティを知ったのって、どこの機会でした？ですね、あれは確か2019年の11月とか12月とか、それぐらいだったと思うんですけども、ちょうど東京大学であるそのワークショップみたいなのが開かれていて、その時にですね、ここにいらっしゃる竹内さん、ユニティの竹内さんが、まあ、その 3D 空間でいかにこう活用していくのかっていうのはプレゼンを、ものすごいインスピレーションのあるプレゼンテーションをしていただいたんですね。それは、建築系のワーク、業界のワークショップ。そうですね。はい、で、その時にですね、まあ、ちょうどその時建設業では、うん、まあ、ビムシムを活用して、どのようにこう、うまく生産性を上げていくのかっていうところをこう、チャレンジするようなタイミングがちょうどなっていたところに、うん、まあ、そのものすごい 3D をこう使い倒してですね、うん、まあ、いろんなゲームに使ったりとか、なんかいろんなシミュレーションに使ったりとかする、その、まあ、なんですかね、アプリケーションを見させていただいて、うん、あ、多分こういったものしかない、こういったものがその建設に変えるんじゃないかなっていう、こう、確信といいますか、いうふうに思って、その後、まあ、ユニティ、そこで、まあ、ユニティをいろいろ知るというきっかけになりましたね。で、はい、こう、竹内さんと連絡を取って。そうですね。もうその受けて、すぐに電話をかけて、この銀座オフィスの方に来させていただいて、ユニティのことをいろいろ勉強させていただいたと。もうそこからが始まりです。はい。竹内さん、何やらかしたんですか、そんな。いやですね。うん、これ実は、この東京大学のワークショップ、結構私、かなりやらかしてまして。これ、検出
はい。建設系のワークショップですよね。こう、建築建設の方々に、まあ、ユニティを知ってもらうというところで、硬い話しても面白くないかなと思って、すごい柔らかい話を、なんか、40とか50とか60の方々に聞いてもらうという、すごく、チャレンジなことをさせていただきました。で、今これ、ホットトピックスとして4つほど挙げさせていただいたんですけど、まあ、インスタレーションですね、こうプロジェクターとかでこう壁に投影したりとか、そうですね、やってるものとか、あとはポケモン GO みたいな、こうリアルのワールドをこう実際に歩き回りながらこうゲームする AR のアプリケーション。さすがにポケモン GO は皆さんやっぱ知ってやってると思います。でアニメーション、最近ですね、こう Unity を使ってこう 3D のアニメーション技術とかもすごく、モーションセンサーとかの技術をうまく使いながらこう表情を作ったりとか、まあ映画とかによく使われています。で、もう一つ、バーチャルユーチューバーっていうね。これ聞いてあったら、これ本当に紹介したい。はい、キズナ愛を出しました。でですね。さすがにギャップなかったですか？いや、これがですね、皆さんびっくりすることに、ユニティを知っている方々は、もう、10%、20% ぐらいしかいなかったのに。10%いたらすごいなと思います。対して、バーチャルユーチューバーのキズナ愛には 80% を超えるという、ほとんどの方が知っている。ただ、そうなんです。いや、私は知らなかったです。いや、でも、すごい、もうびっくりするぐらい、びっくりしちゃいました。だから、それぐらい、こう、実はこういう、ホットなワードの中に、ね、そうです。ユニティっていうのが使われているっていうのが、意外と、意外と身近な存在なんだよっていうのが、皆さんに知ってもらえたかなと。でですね、その中の話で、まあ、こちらちょっとゲームなんですけれども、シティーズスカイラインっていうゲームがあります。うん、で、こちらのゲームが、街をこう作ってシミュレーションをしていくゲーム。いわゆる都市開発シミュレーションゲームというものです。で、実際にその 3D を見ながらこう繋いでいって、で、こうインフラを整えていく。で、こういうのをこう実はサイバー空間の中で直感的にこう作りながら、車とか人とかが動きながらこうシミュレートできるっていうのが、実はゲームだったらできている。じゃあこれリアルに今できてるのって言ったらなかなかできなかったり。じゃあこういう機能とかをサイバー空間に作り上げてリアルと連動させたら面白いんじゃないかみたいな話をさせていただいておりました。いや、これは本当の都市計画に本当に使えるようなものかなというふうに思って、すごいこの時もこれは印象深いですね。非常に面白いなというふうに思ってました。いや、そうなんですね。いや、結構やっぱりまあね、今はユニティのテクノロジー、建設だけではなくて、ああいったゲームを使ってね、自動運転のシミュレーションに、の AI を育てようとかっていう試みも結構あるので、確かにこう、これからね、使っていく分にはいいと思います。ただ、まあ、こういったユニティのテクノロジー使って一緒にやるっていったところですけども、まあ、我々、まあ、建設のプロジェクトなんかも少しかかり始めてるんですが、実際に現場というレベルまでだとね、なかなかこう、情報を持ってないですが、今、湯浅さんから見て、はい、まあ、ビームとかをこれから活用していこうっていう動きがある中で、実際こう、建設、設計、それから、まあ、施工のところに至るまで、そこの現状から見てビームとか、現状ってどんな感じなんですかね。やっぱりそのまあ、ビームっていうのが、まあ、設計では結構こう、使われ始めて、うん、まあ、結構使われてきたなというふうには思うんですけれども、うん、まあ、我々その建設会社はですね、やっぱそのそれを作っていく、まあゼロからものを建てていくっていう、まあその施工のフェーズにおいては、まだまだその、まあビームも含めてですね、デジタル化っていうのがなかなかできてないかなというふうに、そういうふうに思いますね。そこは、ま、こう、なんでっていうかね、なんで使えないですかね。そうですね。まあ、もうそのビムっていうのはまあ大体そのまあいろいろ設計から使われるようになってきたんですけれども、まあ少しその現場の施工管理という立場でまあ一回引いてみますと、まあその現場では日々、例えばこう現場に行って、何かしら物が置いてあったりとか、まあ重機が動き回ってる人がいる、まあそういったところをこう実際にその現場に行って、まあ管理していくっていうのは日々こういうふうにやっていくわけですね。で、その時に、まあ確かにビムの情報だけ、まあ例えば持ってデジタル化されたとしても、まあ、それだけでじゃあ現場管理ができるかって言われたら、まあほとんど、まあそれだけじゃ全くできない。まあそういうことで、まあ私はその、まあ現場に必要なものとしては、その4つぐらい大きな要素が、はい、あるのかなというふうに思ってます。
で、まあ、一つがですね、その、まあ、今言った通り、ビムシムという、まさに設計情報っていうのが、まあ、一つあるかなと。うん、これは、まあ、基盤的に非常に重要なものであることには間違いないんですけれども。うん、そうですね、施工のゴールですし。そうですね。これはもう、うん、設計会社、建設会社、両方にとって極めて重要なものなんですけれども、それに加えて、うん、まあ、4つということで、残り3つあるんですけど、例えば、一つが環境の情報と、はい、呼んでるんですけども、例えば、ビムシムに乗ってこない、うん、まあ、日々変わるようなですね、先ほどもお話したような資機材の状況だったりとか、うん、安全設備がどうなってるのか、あるいは建設をやる上で、その周辺の道路はどうなってるんだ、うん、あるいは建物はどうなってるんだというような、まあ、その取り巻く環境ですね。そういう環境そのものですね、はいはい。そういった環境そのものがまず一つ重要になってくる。うん、でそれとですね、あの、建設では、その、まあ、ものを作っていくんですけども、うん、まあ、主に二つ必要なものがあって、はい。一つが、いわゆるロボット、あるいは重機というような、ね、例えばクレーンだったりとかトラックだとかですね、うん、そういったものがまずデジタル化されている必要があるということと、うん、あともう一つ、重機と同じくらい重要なのが、当然ですけど、そこには人が何人も関わって作業員の人たちが作業していると。うんうん、はい。ですから、そういった情報が、まあ、必要なので、うん、まあ、その四つですね、設計情報っていうのと、うん、あとは環境情報、そしてあの重機の情報、ね、さらには作業員と、この4つの情報が全部合わさっていないと、なかなか逆に施工管理には使えないと。まあ、その部分が課題でした、まあ、なかなかデジタル化して施工管理に使えてなかったのかなというふうに思っています。ビームだけ上からこう設計されたビームだけが来ても、はい、まあ、実際にはそういったものがデジタル化する上でも全部それをデジタル化して入ってこないと、はい、そこからスタートですもんね。そうですね。はい。うん、で、皆さん、まあ、そういう情報をデジタル化して、こう、統合して持ってくって、まあ、現場を作っていくって、まあ、はい、サイバー空間に、まあ、よくデジタルツインみたいなことも使われますけど、はい、サイバー空間にそれをこう、作っていくわけなんですが、はい、最初に掲げた大事なところです。生産性を上げると。はい、まあ、生産性っていろんな要素あるじゃないですか。はい、時間とか、はい、コスとかお金とか、いろいろあるんですけど、はい、こういうのをやってって、それから、こう、どういうふうに生産性っていうんですかね、つなげるイメージを持たれてます。はいはい、先ほどその4つの情報を入れた、うん、まあ、デジタル施工現場のようなものっていうのは、うん、まあ、あくまでもその現場をリアルにサイバー空間に再現しているという、うん、まあ、そういったものに過ぎないんですね。で、生産性をやっぱ上げていくためには、それを使って、うん、その上にいろんなこうアプリケーションを持ってきてですね、うん、それを使って実際の生産性を上げるような、うん、その動きをしていかないといけないというふうに思ってます。うん、で、特に建設現場ではその施工管理の重要な要素として、まあ、QCDSE という形で、品質管理、うん、あとはコストの管理ですね、うん、あとは工期、ですね。いわゆる、いつまでにできるんだというスケジュール。そして安全管理とか、まあ、環境の管理と、まあ、こういった管理というものがいくつかあるんですけれども、その中でその生産性に関わってきてものすごい重要なのが、やはり現場にとっては工期ですね。いつまでにその現場ができるのか、それから少しでも短くなるように、やっぱり我々は日々頑張ると。で、さらにもう一個重要なのが、やはりコストですね。コストですね。はい。まあ、短くするためにどんだけコストを投入してもいいものではなくて、やっぱ上限があって、それを当然でも下げるというところが我々施工管理には求められていると。で、まあ、それらのですね、4つの要素が入った上で、いろんなアプリケーションを実行していくんですけれども、そのコストとか工期を、うん、じゃあ、どういうふうに我々計画していくのか、うんね、それが、うん、まあ、一番のポイントになるんですけど、はい、まあ、それをやるためにはですね、例えばクレーンを一つ例にとって考えると、はい、まあ、クレーンを投入したらですね、まあ、1台のクレーンだったら、例えばこれぐらいの時間でできましたと、うんうん、で、もし2台投入したらどれぐらいの時間が短く、もしかしたらできるかもしれません。うんうんうん、ただ、一方で逆にコストは上がってくるわけですね。うんうん、まあ、こういう形で、例えばクレーンを、このクレーンを投入すればいいんだ、これどれだけの人間を投入すればいいんだっていうのをですね、うん、もう何回もいろんなシナリオで考えて やっていかなきゃいけない。で、さらにその時にですね、例えば、そこの場所にはクレーンが実際に物理的に配置できるかどうかっていうのは、うんうん、やっぱり現場の状況をよく分かってないとできないと。頭の中で考えてるだけではできないと。で、それをさっきの4つの要素でですね、しっかりと再現した中で、いろんな、まあ、シミュレートというか、はいはいはい、シナリオを回していけるというのが、生産性に関わる非常に重要な開発なのかなというふうに思ってます。なるほどね。だから、そのシミュレーションもある程度補佐するというか、はい、まあ、いろいろと、こう、短期に。今は経験とか、自分の誰かのこう、ベテランの人たちの頭の中でやってるとか、
だそういうのをね、アプリでこうかなりできるようになると、ね、こう、いろんなそういう人たちが短時間でこう見積もれる。そうですね。はい。で、それを形に想定したのが、岩さんが考えた、このアプリケーションのイメージ。そうですね。先ほどの4つの要素からできているいろんな現場の再現された状況の中に、うん、さらにその上にですね、工程だとか、まあ、コストが、まあ、一目瞭然でこう管理できるような、うん、まあ、こういった UI というか、こういったものを設定して、ここの中でですね、仮想の現場の中でいろんなトライをして、事前に施工する前の段階から、その生産性を上げるような方法として、こう、考え抜くというか、うん、そのためにこのツールが、まあ、今、これはイメージなんですけれども、うん、ね、まあ、こういったものを作成していきたいというふうに、まあ、思っています。伊勢さん、ヘビそうですね。いや、すごいいっぱい情報入ってるよね。これ、多分、今見ている中で、ユニティの開発者の方がいたら、もうどんよりしちゃうかもしれないですね。まあでもね、それを実現するのが我々の仕事ですからね。実際にこれをですね、ゼロから作っていくのはすごい大変なんですけど、ね、これからですね、私の方から、これをこう作るための、こう、Unity のテクノロジーの紹介をしていきますので。実際にどうやったら、はい。はい。続けていきたいと思います。はい。ではですね、こういった岩さんの、もう、すごく大きな、こう、やりたいことというところを受けてですね、じゃあ今度は Unity でそれをどうやってアプリケーションに、まあ今これね、まだまだプロジェクトとして続いているわけなんですが、ね、まあどういう取り組みをしてきたかというところをですね、竹内さんに紹介していただきたいと思います。はい、じゃあ私の方から説明させていただきます。ですね、まず、先ほど湯浅さんの方からお話のあった、うん、現場に必要、現場管理に必要な4つの要素、うん、設計の情報とか、環境の情報とか、あとは重機とかロボットの情報、作業員の情報、これらをですね、うん、まあ先ほど、ビームシムだったり、うん、天群、あとはクレーンだったり、あとはこう人の動きだったり、っていうところをこう、ユニティに、まあ持ってくる必要があると。うん、で、これ一から作ってると、じゃあなんだ、こう、モデルが変更したらまた入れ替えて入れ替えてとか、やる必要があると思うんですけれども、うん、まず、最初に、こちらですね、設計の情報、ビームシム、モデルをインポートする部分。はい、で、こちら、ね、今、これ、出ているのが、モデルを読み込んだ状態なんですけれども、うん、今までだと、ここまで持ってくるのに、1日2日とか、まあ、うん、全然、こう、インポート、コンバートする機能がなければ、1週間の方がかかってたんですね。うんうん、でそれがですね、実は、昨年の12月に出ました、うん、Unity Reflect という、これ、こういう技術があります。これが、Unity の、建築系の製品になります、うん。で、こちらちょっと解説させていただくんですけれども、うん、こちら、レビットとか、ナビスワークス、ライノ、スケッチアップといったような、まあ、ビームとか、あとは CAD、3D CAD ですね、うん、と呼ばれるようなソフトウェアから、ボタンポチポチっと押すと、それがこう、クラウドだったり、ローカルの PC のストレージにアップロードされて、で、それを、リフレクトが入っている Unity のアプリケーションであれば、すべてこう閲覧することができるものとなっております。ツールからもダイレクトで。ダイレクトで、もう Vim から、Vim のソフトからダイレクトで見ることができます。でですね、ここですごく重要なのが、2点ありまして、はい、Vim の、情報をまず、形状とか情報を欠落なく持ってくることができる。うん、じゃあ、形状だけではなくて、そうですね。まあ、この部材の名前とか。なので、今までだと 3D 形状のみを持ってくるっていうことになってしまっていて、うん、ですね。カット。いきます。今までは Vim の情報を持ってこれなかった 3D の形状しか持ってこれなかったものを、Vim の情報を持ってくれるようになりました。で、かつ、二つ目ですね。はい、クラウドとかローカルのストレージに、こう、データをアップロードすることができて、うんうんうん、ダイレクトに Unity ではなくて中間をかます、うん。これにすごく意味がありまして、はい、実はこう、Unity の開発をする上で、うん、データを入れ替える際に、毎回毎回こう、アプリケーションを書き出し直さなきゃいけなかったんですね。うんうんうん、で、これがこの中間ファイルを使うことによって、うん、常にこう、インターネットに接続している状態であれば、最新のデータでこう、サイバー空間の中をこう更新することができるという。なるほどね。なので今回のこう常に更新しなければいけないという環境の中ではすごく最適な、プラグインになっています。うん、で、こちらが、実際に、
入れてみたものです。で、情報を持っているので、このようにこう、オンオフしたりだとかっていうことが可能です。ああいう区分は、リフレクトで、ちゃんとデータとして、ビームデータとして持ってきてる。はい、だから、こう、切り替えとかも、きちんとスムースに実装できるわけなんですね。そうです。うん、そして次、はい、環境の情報、うん。こちらが先ほど、点群だったり、フォトグラメトリーを。今回は使っているんですけれども、はい、周りのこう空間を、そうです。再現する実際のこう現場の周辺環境ですね。うん、こちらをこうまずじゃあどうやってこれを、どうやってこうユニティにじゃあこういう情報を持ってくるんだって皆さん思われる方いると思うんですけれども、はい、実はユニティ点群データとかフォトグラメトリーのデータを標準とか読むことができます。うんで、今これ、実際に、今ここの我々のオフィスですね、を点群取って、で、それをビムのデータと重ね合わせているものなんですけれども、こう綺麗に再現されますね。こんな感じに実際にできてしまいます。それもドラッグアンドドロップで、点群データとか見えるので、結構簡単にこう、情報というものは読み込むことができます。ユニティの機能の一個というか、技術の一つで点群取り込んで、そうですることができる。で、点群をですね、こう取り込む、方法も、たくさんの有志の方々が実はユニティで、ユニティのプラットフォーム上で作っていただいていて、例えばこう、半自動的に読み込んだりだとか、最適化したりだとか、そういうのがいろいろあったりします。そう、建設とかの、御社、ね、はい、私の中でも、点群とか取られたりする。そうですね、もう、特に土木の分野では、点群っていうのが普通に使われそうなんですね。なんですね。ですね。はい。こちらが実際に取り込んだ状態となります。Google マップの 3D そうですね。周辺ですね。周辺の 3D のモデルと、あとは天狗のデータ、はい、あとフォトグラメトリーのデータも今回撮影したので、撮っています。で、実際に、3D のモデルと重ね合わせると、こんな感じで見えていて、こう、実際に周辺の環境と 3D のモデルをこう重ね合わせることができるような。かなり、こう、現場感出ますね、これだと。そうですね。道路の感じとか。なので、実際にこう、周辺の点群とかフォトグラメトリーのデータと、あとは、ご自身で持っているそのビームシムのデータを重ね合わせることによって、こう、その瞬間のサイバー空間は、出すことができる。ただまあ、ここで今、課題になっているのは、じゃあ、こう、どんどんこうそれを更新していかなきゃいけない。で、こちらはまだ、実装はしていなくて、これからの課題となっている。でも、一個点群だけとか、フォトグラだけではなくて、こう、ね、得て増えてがあるじゃないですか、すね、得意分野。だからそれをこうみんな組み合わせると、こう、かなり、得意分野を活かして、こう、環境再現できるっていうのが、これ見るとすごいよくわかりますよね。はい。で、次に、重機とかロボットの情報ですね。うん、こちらが今、この絵の中に、クレーンが入っていると思うんですけれども、うん、このクレーンをですね、こう配置したりとか、情報をこう出したりとかすることが、まず今回課題になりました。でですね、ユニティアセットストアという場所に、実はこのクレーンのシミュレーターの、アセットが販売されてたりとか、まあ、無料で公開されてたりとかします。で、クレーンの動きって結構複雑じゃないですか。うん、で、こういう、そうですね。こういうものをですね、実はこう、動かしてくれるものをもう、他の方が作っているんですね。売ってるんです。売ってるんです。買えるんですよ。これ25ドルで買えちゃうんですよ。あれみたいな。これ一から作ったらすごい大変じゃないですか。いやいや、大変でしょう。モデルして、動きやって。で、こういうものをですね、うまく組み合わせながらアプリケーションを作っていくと、より、その、時間を短縮しながら現場に合ったようなものを、こう、カスタマイズすることができる。はい。でですね、今回は、うん、アニメーションとかは特にさせてないんですけれども、うん、動いてない。今回は、このように、実際に点群だとか、ビームのモデルが、ある状態のところに、こう、クレーンをこう置いて、うん、で、当たり判定の、領域だとか、あとはクレーンの、こう、回転だったりとか、っていうものを、実装しています。だから、これ、クレーンを置くためには、これだけの場所が必要ですよ、みたいな。ここに置ける、置けない、みたいな。あとは、こう、積載量ですね、うん、によって、こう、実際にこう、カバーしなきゃいけない範囲とかも変わってくるので、うんうん、そちらも、ここで、視覚的にすぐに見えるようにしております。
こういう表示することで、じゃあここにはどのクレーンが適してるかなみたいなのをこう経験則ではなくてこう見た目で判断することができるってことですね。そうですね。まあ一つクレーンとってもいろんな種類、うん、いろんなメーカーのクレーンがあるので、はい、まあここの現場に即したものをこう持ってきて、はい、試して、うん、違っていればまた戻してっていうのを繰り返して、うん、あの一番いい重機とかを選定していくというようにこれは使えるかなというふうに思っています。そして作業員の情報ですね、うん、今こちら、動画が動いていると思うんですけれども、こんな感じでこう実際に人がですね動いている情報を取り込むことができます、うんうん、で、こちら今回 X センスというものを使わせていただいたんですけれども、これ服の中にベストのようなものなんかセンサーがついているベストを着て、それをこう録画して、左の人がこうにこう投影しているような、これ岩さんですか？これ私実際に、はい、これ実際結構すごいじゃないですか、再現性が。そうですね。結構なんか全身タイツのなんかガシャガシャしたのを着込んだって感じです。はい、いやなんかこれは普通に薄いインナーみたいなものに、IMU のセンサーが骨格のその17箇所ぐらいこうついたものを着て、はいはい、まあこうやってやりますと、先ほど竹内さんの方があったとおり左側のような形で。うん、非常にリアルにまあ動きが再現されるというものですね。これはでもユニティにその取り込む、そのまま取り込める、うん、この X センスの会社様がユニティの SDK を出していまして、はいはい、それをこうユニティに読み込むとすぐにもそのまま読み込むことができる。じゃあ動きのデータもすべてすべてそのまま読み込むことができるので、そこまでこう苦労しなくてもすぐに反映することができる。ユニティでこう人のモーションのこう仕組みってあるじゃないですか。うん、ボーンに入れて。じゃあそれそのまま使える感じなんですか？そうですね。あ、じゃあこれをユニティちゃんに変えるってのも。もうできます。必要かどうか。まあ、なので現場にユニティちゃんがいきなりね、うん、こう動いて建物を作るっていう時代が来るかもしれないです。いやー。それはそれでちょっと見てみたいですね。サイバー空間にユニティちゃんがいっぱいいるみたいな。でも、ね、皆さんこう VTuber 知ってるわけなんで、そうですね、絆愛が、現場で作業するとちょっと受けるかもしれない。そうですね。これ作業みたいな。なるほど。まあ、こんな感じでね、本当にユアさんが掲げてた、まだ必要な現場を再現するための要素、4つっていうのをまあ取り込んで、実際に本当にアプリで、うん、ユアさんが携わられてる現場、会社で関わってる実際の現場をこうサイバー空間で、まあ、再現した、見たわけですけども、どうでした？ユアさんも実際自分でこう、それを見てきて。そうですね。まずその最初はそのサイバー空間に現場をまあ作るということをまあ話してこういうコンセプトを打ち出したんですけども、うん、なかなか皆さん何なんだと、一体全くどういうものが出来上がるのかっていうのが全くイメージできなくて、うん、さっき4つの要素って言ったんですけど、うん、その要素っていうような考え方もなくですね、うん、最初はだから本当にわからない中、まあ、とにかく取れるデータをですね、うん、まずユニティの中に取り込もうというようなことをまずはやらせていただきました。うん、で、それで私もまあそういった出来上がったものをですね、持って、まあ、何回もこう現場に行ったりだとか、いろんな人にこうヒアリングをかけていく中で、ね、あ、じゃあこんな情報があれば施工管理ができるんだというようなこととかですね、あるいは逆にこんな情報はまあいらないなというようなことが、やっとこういろいろ見えてきて、うん、現場管理に耐えうるようなものが一体何なのかっていうのがようやくこう見えてきたっていうような形ですかね。うん、今後じゃあこれからですね、皆さんがこうやっていこうと、まあさっき言ったようなところですけども、まあ取り組んでいこうというところはどの辺ですかね。まずその、まあ今回4つの要素を作って入れて、うん、まあ現場をしっかり再現して施工管理に耐えうるものがやっとできてきたのかなと。うん、でまあさっきの話にちょっと重なりますけれども、うん、まあ、その上で例えば工程だとかコストって話あったと思うんですけども、うん、そういった、まあ、実際にもう役立つアプリケーションをまあいかに、うん、早くですね開発していくのかで、そこにもやっぱりその入れ物としてのユニティ非常に効果的かなというふうに思ってますので、ユニティの力を最大限活用して施工現場で本当に活用できるようなアプリケーションをどんどん作っていきたいと、うん、まあ、そういうふうに私は思ってます。BIM とそしてユニティの力ですね、使って建築の世界をどんどん変えていきましょうということで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。